バタフリードリューだよなこれ。いや分からんな、まあ一旦。うん、そう感覚でダメ計算できる人がすげえな。今全然できんからね、ダメ計算。効果抜群って書いてたらいっぱい入るってことしか分からんから効果ありだとちょっとみたいな。であと特性ちょっと分かれば、まあまあ、あとなんかなんだっけ、水と水攻撃の水ポケモンだったら一致でまあ入るんじゃねみたいな。そうだからさっき効果抜群とかであんなになるとええー、ってなるんだって。そう、いやむずいよポケモン。多分ここのここでポケモンやめる人多いんだなっていう瞬間わかる。これはいつものリフレクターを貼ってなんかやってくる、アイアンドリルしてくるんでしょこれ。もう 90% の人がしてきたアイアンなんちゃら。えっ、お前なんてこと落ちるんだ。おわはあ、お前やるね。ちょっと怖いことするじゃん。お前次の角ドリル、もしかしてこれ壁張りって分かっててやったんだよね。それはトリックかまして。いやちょっと落ち着いて、みぞるも。いや、こいつは生かしておけやせえよ。これはもう許さねえよ。これはみんなが許さ、はい、スカーフ。やめて。まあまあまあ、高校の尻尾持たせただけでええわ。見てろよ。見てろよ。バタフリー出すからな、もう。バタフリー出すからな。バタフリー出すからな。運ゲーやったらこっちも運ゲーしちゃう。運ゲーではないけど。眠らしちゃうよ。これ交代するんか、お前交代するのか。でも高校の尻尾持ってるから絶対後ろやぞ。そこはもう引くに引けないでしょ。高校の尻尾持ったドリューズなんて後から出てきても微妙だよね。スカーフドリルってやばいよね。そうなんだよ。もうドリルしかしないんだよ。速さワンパンだろうね。え、何考えてんの？角ドリルか。そうじゃない。あ、でも、そうか。高校の尻尾だから、もうあれか。意味ないんか。よしよし。え？は？え、待って。なんで当たった？は？は？待って。はいはいはい。出ました。2.5% 出たね。待って、今の一瞬のうちに何があった？外した、そして、角ドリル行きますか？角ドリル行きますか？まあ、これはね、もう何も、もう仕方。いや、もう何もできねえ、これは。はい、これで、とりあえず角ドリルは効きませんので、よろしくお願いします。ねえ、角ドリルさぁ。え、もしかしてさ、あなたここまで角ドリルで来た感じ？もうそれはね、もうすごいことよ。スカーフ角ドリルという、ね、すごいよね。スカーフ角ドリルだよ。え、これはお仕置きだよ。もう角ドリルさせないよ。お仕置きだよ。ほらー、これお仕置きだー。よしよしよし、もう角ドリルできないよ、それで。ふぅー。な、もう、いや、なんでこれ。いや、無理でしょ、これ。どういうことだ。え、トゲキッスに一撃技あんの？まあ、副体シール。あるぞ。タラタタラタタン、タラタラトゥルタタトゥルタタタ。パ
タタタタタタタラタタタタタタキス大ゲットやろな。指を振る、ああ指はそうだね、ここまで来たら指を振る、指を振るドリルいいな。いやそれで来てほしかったな、確かに指を振るいいな。ああ残ったか、弱砲？あー終わったなこれは。お、あ耐える、あれなんで耐えた、あれ今そんな上がってたっけ、あそうかダイアースしたんだ、あれあよかったダイアース、あーダイアースサンキューなー、サンキューなー、せやったこれ大スチルで落ちでしょ。タイプ不一致。そうだね。ほい。上がる。よし。で、踏んで踏んで誰？弱点保険なら死んでた。そうだね。弱、うわ、ミミッキューは影打ちけんない。でもこれはいいぞ。これは型破りや。そうだ！私は型破りだ！そして防御が2段階上がっている。これは、アイアンヘッドで。きたー！型破りだった！そうだ！僕は型破りです！すごくない？ 3万万分の3桁。何回もやってるうちに覚える。まあそうだよな。いやダメ計算してる間にね、あちょっと待って、ミミキーだ、ミミキューバンキー、これラストかな、多分ラスト勝ちたいな。これオーロンゲバタフリーコースいけるな。アンチがいないもんな、そこまで、そこまでとかいないな、一個もいない、オールラベルぐらいか。まあ、でも潤いボディあったとしてもさっきのやり方でやれば問題ないよね。潤いボディはまあどうせダイマックスでしょ多分、ダイマックスラプラスでしょ多分、まあ、ドリュかな最後。バンギー、うん、ミズロット、ミミッキューいるしな、ドリュでいいや。まあ、ミミッキュー最近でも出てこないけどね。丸々抜き調節とかすれば、そうだな、今あれしようかな、自分で特防とかちょっと偏ったやつやってみよう、偏ったやつじゃなくてちょっと細かく振ってみようかな、ブログとか見ずに自分で。いやでもむずいやろな。ドリューズだ、来たドリューズ、アイアンヘッドコースでしょこれ。ゆうくんよろしくお願いします。これはいつも通りリフレクター。もうアイヘまでは見えてる。リフレクター、アイヘ急所やめろよ。そして角ドリルもやめろよ。あ、よしよし。いつもの、いつもの。よし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 。はい、いつもの、いつもの。いつもの、いつもの。いや、これ、これはいい。よし。アイヘまでは見えてた。で、これでトリックまでも見えてた。え、トリック、トリック。そうだね、トリック。はい。よっしゃー、来た来た、うまいこと言った。今回はいつものね、助けだろ、よし知ってた。はい、オロゲさんありがとうございました。お、残ったね、ポイカ様。よし、はい、仕事終了仕事終了、ありがとうございました。つよついよっ、強っ。でもこれあんまり、まあ耐えてもらった方が良かったね。だバタフリーできなかったからね、1回でも。バタフリーがちょっとでも残ればバタフリーが詰める。よし、瀕死を、瀕死ね、瀕死、瀕死なオーロンゲさん見ててくださいね。
残した壁と残した思いは決して忘れません。 2% を外すわけがないですよね、眠りこな。やめろやめろ、 2% って言うな。よっしゃ、危ねえ。やめろ、 2.5% 引く方がやばいからね。角ドリルの 何分の1だからね、ほんとに。よし、で、眠り、身代わり、超マイ、コースハイ、ジジイだよな。まあ、最後ラプラス警戒だけど、まあ、ラプラスは寝なくとも暴風でいけるじゃろう。あれ、あれ、あいつ寝たまんまだったよね。あれ、キッス何してくんだろう。あれ、キッス、待って待って待って、キッスはまずいか。いや待って、君は速さ的にちょっと良くない。これラムだ。いや、これラムで出してきた説ある。これラム説あるよ、これ。いや、だからバタフリーであえて出してきたみたい。いや、ラムやな、これ。いや、これはラム。いや、これダイジェットあり。いや、ダイジェット、いや、いや、すらラム、いや、ラム、ラム説濃厚。絶対そう。それかダイジェットで素早さを何かしに来ようとしてるんでしょ。いや、これまずいな。まずくはないけど、負け筋が見える。いや、ラム持ってそうやけど眠らせるか。結局でもそうよな、どっかで消化されるから。まあ、眠らしてみるわ。ちょっとラム、いや、ラム持ちやったらうんって感じ。うわー、ラム臭、ラムっぽいなー。いや、ラム、いや、わからん、どうだろう。ラム、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 かわいい、お前はかわいい、寝ててくれそのまま。どうどうどう、え、こ、どこで審議、どこで審議、今今な、ちゃう、ラム、ノーラム。はい、お前弱砲、はい、弱砲、はい、身代わり弱砲だろ、知ってるよ、弱砲だね。ただ今は暴風効果ありでいるので弱砲はつきませんよ。よかった、ノーラムや、超マイするぜ、マウぜ。おっしょ、これ待ったらいけるな。おっしゃー、いけるぜ、これは。で、これで上がった、素早さ特攻特攻上がる、これで完全に上を取れる。うん、んー、てかトゲキスの顔可愛くない、寝てる時の。もう一回超前いけるな、寝てるしな、まだ参るよ。お前スカーフ？あ、スカーフだな。あ、スカーフか。あ、でもまあこれでいいわ、これで。あ、よかった、待っといて。まあでもこれで上取れた、絶対取れた。だって3回待って2回待ってるやつ、2回待ったらドラパルトにも勝てる、スカーフドラパにも勝てるし、絶対勝てる。よし、勝てるな。うん、いや、ドラパに勝ててお前に勝てないことはない。ダイジェットもしてないし、そうね、だよな、だよな。ダイマ切ってくるんだろ、そこで。知ってるよ、ダイマだろ。え、な、違うの、わかんない。寝なさい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 。え、怖い、何何をしようとしてる。え、まさかドリューズだし、眠りで。あ、いけたわ、よしよしよし、先取ったわ。やっぱ2段階上げとかないといけないんだよ、何があっても。2段階取ったらやっといける。寝なさい。まあ、これはいつものコース。え、でもこれ身代わりして超前する必要ないけど、超前する必要はあるのか。2回でいけるかな。超前もう一回した方がいいんかな。ここなんよな、ヒマいつもここで超前するか。まあでも寝てるし、してもいいか、寝てたらいいよな。
で今が積み時だもんな。これ終わったら積めなくなる可能性もあるもんな。今回っとこ、今回わなきゃいつ回んだよ。よし、これでもう何も怖くねえ。ほんで、ね、まだ寝る？あ、寝る！お前！いやー、お薬飲めたね。ありがとう。これ暴風コースでいいな、もう。よし、3分ならもう何も怖くないでしょ。あ、暴風怖い、暴風怖い。よし、あ、あ、そうなんだ。うん、危ねえ怖かった今。よし、痛い痛いしろ。よっしゃー、ナイスー、ナイスー。よっしゃ、暴風や、これは暴風 GG や。いけ、暴風。これで当たればいいよ、当たればな、当たれば。よしよし、 90% はさすがにな、そんな外れないよな。よし、結束落ちる。あとドリューでしょ、ドリュー寝てるよね、しかもブリュー寝てるもんな。よし、勝った。これは暴風コースよ。よし、寝たまま、寝たまま終わらしてやる。よっしゃ、お野菜フィーバー、イエーイ。じゃーい、やったー、来たわ、これ。あれ、まだいた？あれ？あれ？あれ、これ、え？ 3 匹目？あ！あ、いたたたたたた！潤いボディラプラスがいるんだった。まあ、でもこれは3回待ってるんで、大丈夫です。はい、シュパン。で、寝てもらって、防風コースですよ、これは。え、暴風警報発令。いけ、どれぐらいだ。パーパラパパ、いや、これはね、ダイマ切ったら負け筋引く、逆にはい、あ、タスキだったの。あれあれ、これリアルタスキか。あれ、いや、ありがとうございました。本日の一日、さあ、結果はいかがなもんでしょうかね。終わったか、終わったか、これ終わったよな。よっしゃ、終わった。うわ、3日間しんどかった。15試合、いや、よかった、よかったー。5710、645位、実は、まあ、5連敗したんですけれども、5連敗から、いや、なかなかいろいろ皆様のコメントとマシュマロによりかなり勉強になりました。やばー、ちょっと若干自分のやりたいことがバタフリー、なんかバタフリーでそのままなんかで、ね、なんか、こんないいの、いいんですか、こんな、なんか外役プレイして、こんな、すいません、なんかはい、